ラブダダンセプテマニカスの化石ラブダダンプリスカスの復元図ラブドドンは白亜気後期に現在のヨーロッパに生息していた長脚類恐竜の属の一つである。体格は非常にがっしりしていてヒップシロホドン科のものとよく似ているが現在の全ての系統解析からヒップシロ保存科は自然分類群でないことがわかっておりラブドドンはいずれの結果でも 企定的なイグアノドンティアに位置づけられる。この属のタイプ種はラブダダンプリスカスである。他にもう一種1991年に記載されたアールセプテマニカスがあるが、この種はかつて同種と考えられてきたものである。現在までにスペイン、フランス、ルーマニアのハテグジまで発見されているが、チェコでも非常によく似た恐竜の化石が発見されている。チェコの標本は、 ラブダダンティリ・インデットとのみ同定されていて、フランスの標本は現在 RSP とされているものの、潜在的には独自の種である可能性がある。禁煙種と比較して大型であり、最近の論文によれば、ラブドドン化の規定的な状態よりも大きい。このことはかつて示唆された島での矮小化ではなく、実際には本土での大型化が生じたことを示唆する。 ディスカバリーチャンネルのテレビ番組ダイナソープラネットのピロラプトルの漂流機で登場しているものの小型のイグアノドンと呼ばれている。http ダイナソリスブログイエーシーズ748912プラブニーコスタニーポゼストトッキージノサウラ v c r p h p o c エプロンバイ E バトラー RY ズンプル DB エヴァンズ アリスター・ロバート、エド、ファイロジェニー、ヒストロジーインフォードボディーサイズエボリューションイン、エーニューラブダダンテッドダイナソーフロムザレート・クラテイショス、オブ・ハンガリー。プローズ 17E44318 ドイ、10.1371、ジャーナル、ボネ、0044318PMC。 3448,614、プミド2328,518、https コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pmc スラッシュ articles スラッシュ pmc3448614 スラッシュ。ありがとうございます。